こんにちは、Dスケです。ということで本日も2024年に発売が噂されている新作レゴのリーク情報より大人気のレゴシティをチェックしていきます。毎年多くのセットが発売されていますレゴシティシリーズですが、2023年上半期には21セット、下半期もなんと13セットが発売されています。そして2024年の1月発売予定の今回のリーク情報、現時点で確認できていますセットだけでも22セットにもなります。そのラインナップをね、まずは見ていきましょう。こちらになります。一つ一つチェックしていきたいところなんですが、めちゃくちゃ多いので警察や消防などグループごとにまとめてチェックしていこうと思います。まずはこちらの3つのセット、レゴシティでは定番中の定番、警察をテーマにしたセットが2024年も登場します。英語名だと分かりづらいので日本語に訳したものも記載しました。セット名やピース数、価格帯から見ても毎年発売されていますパトカーのセットにポリストラックのセット、そして警察署のセットがラインナップされています。この中でも気になるのはこの警察署になりますが、プリズンアイランド監獄島ということで、島をベースにした警察署ってレゴシティポリスでは初登場かと思います。これは楽しみです。続いてはこちらの5つのセットになります。こちらもレゴシティでは定番中の定番、消防士をテーマにしたセットになります。消防署や消防車、消防ヘリコプターと毎年必ず登場している定番セットは2024年も健在で、気になりまくっているセットがねこちらなんですけども、ファイアファイター、消防士というセットで、これ勝手な予想になるんですが、2023年6月に発売しましたデラックスレゴミニフィギュアの消防士バージョンにね、もしかしたらなるんじゃないかとね思っています。というのも価格とピース数が 49.99 ドルで654ピースと、数が近いといえば近いですし、もしかしたらねこれと同じモデルなんじゃないかなと思いますし、あとはこのデラックスレゴミニフィギュアが未だに売れ行きがね好調のようで、レゴオンラインストアでもたびたび品切れになっているのも確認できるので、このタイミングで別パターンを投入してくるんじゃないかとね予想しています。続いてはこちらの8つのセットになります。レゴシティを彩る様々な乗り物をモデルにしたセットたち、2024年にも多くのセットが登場します。レースカーにゴーカート、2種類のトラックに救急車、救急ヘリコプター、そしてなんといってもこちらですね、バーガートラック、ここ数年でも色々と登場していますフードトラック系のセットになると思いますが、ピザショップにアイスクリームワゴン、3次直送トラックにフローズンドリンクカーが今までにもレゴシティで登場し、そして2024年はバーガートラックとトラックの天井についたオブジェも含み、絶対可愛いセットになることは間違いないと思うので、このセットめちゃくちゃ楽しみです。最後はこちらの6つのセットになります。レゴシティでは2年ぶり宇宙をテーマにしたセットが登場します。2022年は4つの新作セットがありましたが、2024年は6つのセットとラインナップが増えていて、スペースメカだったり、これどういうセットかねわかりませんが、宇宙小惑星の回収、宇宙船に宇宙探査ローバー、モジュラー宇宙ステーション、発射場の宇宙基地となっています。ちょっと一瞬ですがセット目でねテンション上がったのがこちらのモジュラー宇宙ステーション、レゴシティでかつ宇宙をテーマにしたモジュラービルディングモデル来たかとね思ったんですが、1097ピースのね 99.99 ドルなので、モジュラービルディングシリーズと比べると規模がねだいぶ小さいので、おそらくはね全然違うモデルなのかなとはね思います。ただし2021年に登場しましたこちらの春のランタンフェスティバルは1793ピースで 119.99 ドル、モジュラービルディングシリーズではないんですが、企画としてはね同じモデルで作られたセットで、シリーズを通り越してね同じモデルを採用してくる傾向もあるので、まああまり期待はしていないんですけども、楽しみに続報を待ちたいと思います。あと宇宙をテーマにしたセットはもう一つ別のシリーズで、皆さんがニヤニヤしちゃうようなセットのリーク情報が届いてるんですが、この情報は次回の動画でお届けします。はい、ということで2024年に発売が噂されていますレゴシティシリーズの新作セットをチェックしました。皆さんは今回のリーク情報で欲しいな、気になるなって思うセットはありましたでしょうか？ぜひぜひコメントで感想を教えてくれると嬉しいです。ということで本日の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。それでは次の動画でお会いしましょう。